テンポ B の田島です。私も、最近年を取ってきたので、あまり昔はこうだったというような話はしないように気はつけてはおるんですけど、ロードサイド店舗に関しては、契約期間が20年契約とか、そういう長期契約が多いことからもあって、地主さんとかテナントさんとかの話の中で、店舗を建築した時とか、テナントと契約した時のように、20年後はどう、20年前はどうのような話をすることが多いです。私自身、以前は、ハウスメーカーで建築の営業をしていた時も含めて、ロードサイド店舗の出店に関わる仕事をして、今35年が経とうとしています。ロードサイド店舗に関しても、以前はこうだったというような話がもうたくさんあります。特に、バブル時代と言われた、1990年代前半の、今から30年ぐらい前、今のロードサイド店舗の常識では信じられないようなことがたくさんありました。ところがそのような店舗も今も営業していたり、そして今居抜き店舗として市場に出ようとしてきています。家主さんの中には代替わりをされて、親御さんの時代、まさにバブルの時に店舗を建てられて、その店舗を今居抜き店舗として再利用したり、建て替えを検討している、そういう方も多いと思います。そこで、今回はバブル時代には常識だった、今では考えられないロードサイド店舗の話をしたいと思います。で、一つ目、賃料は3年ごとに 6% アップが普通。中には3年で 15% アップも。今は建物の賃貸借契約書で、家主さんとテナントは、3年ごとに賃料の増減について見直しの協議をする。こういう一文が入っていることが多いです。今、家主さんにとって、賃料の見直しといえば、ほぼ減額が想定されるので、家主さんの中では、3年ごとに賃料の見直しをできないようにしてくださいとか、なぜ3年ごとに協議するんですか、このようなことを聞かれることが時々あります。ところが、30年前っていうのは賃料がアップするのが当然で、そのアップ率も3年ごとに 6% か 9%、これどちらにしようかっていう交渉をしていたぐらいです。私の経験の中で一番アップ率が高かったのは 15%。こういう物件もあります。それがバブル以降、賃料の上昇率っていうのが徐々に下がって、アップ率が 3% と少なくなったり、その後、賃料の増加については協議でアップ率を明記しなくなって、でさらには賃料の増加だけじゃなく、増減についても協議する。こういうふうに変わってきました。こういうふうに考えると、家賃相場は、どんどん下がってきているっていうのが明らかです。で、二つ目、同じ種類の店舗の隣に出店する。今ではなかなか考えられませんが、30年前は同業種の隣にあえて出店するっていう戦略を取っているテナントがありました。特にファミレスや紳士服などが印象に残っています。今は普通に考えれば、隣同士に出店すると、お客さんを取り合って、友倒れになるんじゃないかと心配するんですけど、当時は相乗効果という言葉を使って、両方の店舗が売れるというふうに言われていました。三つ目、代店法による商業調整。代店法とは、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護するための法律です。2000年に代店法は廃止されて、新たに成立された代店立地法に変わっています。でこの代店法で特に問題とされたのが店舗面積です。特にロードサイド店舗に関係するのが、第2種大規模小売店という規制で、店舗面積が500平米以上だとこれに該当します。でこの代店法の規制を逃れるために、ロードサイド店舗はほとんどの店舗面積が500平米以下、つまり150坪以下で建築されました。今では考えられない法律です。ですから、今ドラッグストアを中心に200坪から300坪の居抜き物件っていうのを積極的に探していますが、市場には全然こういう物件がないっていう理由はこの代店法にあります。四つ目、テナントの出店には交通量が最優先。特に夜間の交通量。30年前のバブルの時期は、ロードサイド店舗に出店するテナントが立地判断のポイントに一番したのが、前面道路の交通量、通行台数です。特に夜間でも交通量が落ちない道路っていうのが人気がありました。
で、こういう道路はどういう道路かというと、中央分離帯がある国道などの幹線道路です。まあ、今では人気のある立地っていうのは、周辺人口が多くて、まあ、女性でも運転しやすい生活道路、反対車線からも出入りができる中央分離帯がない道路、まあ、こういう立地が人気があります。まあ、テナントに人気のあるロードサイド店舗の立地っていうのは大きく変わってきています。5つ目、ロードサイド店舗の物販店舗は靴、服、メガネ。バブル時代の30年前、ロードサイド店舗に多く出店していた業種を略して、靴、服、メガネというふうに呼んでいました。まあ、ここでいう服っていうのは、カジュアル衣料のことではなくて、紳士服のことです。まあ、現在では、靴、服、メガネのロードサイドへの新規出店っていうのは、本当に少なくなってきています。靴、服、メガネの業種は、まあ、今はロードサイドよりも、ショッピングモールに多く出店するようになりました。で、私がなぜ今回の動画で、まあ、30年前のバブル時代のロードサイド店舗の話をしたかというと、まあ、これらの店舗が今でもたくさん現役の店舗として残っているからです。まあ、地主さんにとっても新しく出店しようとするテナントさんにしても、まあ、バブル時代の古い店舗と、まあ、新しい店舗が今市場に混在している状態なので、まあ、今現在求められているロードサイド店舗としてのいい立地が何なのかっていうのが分かりにくいと思います。2000年ぐらいを境に前と後ろでロードサイド店舗の仕方が実は大きく変わってきています。で、もし興味のある方は頭の中で2000年より前の店舗と後の店舗っていうふうに分けて考えてもらうと、まあ、どういうふうに変わってきたかっていうことに気づかれるかも分かりません。この動画ではこれからもロードサイド店舗の新しい情報を定期的に配信していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。また動画に対して質問などがありましたら、まあ、概要欄に当社の連絡先、メールアドレスを貼っておきますので、そちらの方からご質問ください。コメント欄に書いていただいても、私のわからない範囲でしたらコメントで返信させていただきます。